ジュニオールネグランことグレーディオノオールフィゲレドピントジュニオールはブラジルバイア州サルバドール出身のサッカー選手。中国スーパーリーグ、長春アタイ族級クラブ所属。ポジションはフォワード。2010年8月28日、ケーベールスホット AC と単年契約を結んだ。デビュー戦となったカーヘント戦では2ゴールを挙げた。ブラジル、スイス、ダイなど、 複数の国のサッカークラブを経て、2017年、タイリーグ1のムアントンユナイテッドから、K リーグのテグ FC に移籍。16試合に、出場、12ゴール上げた。2018年、ウルサン現代 FC へ移籍。2018年4月、左膝の人体帯を負傷し、全治4週間の怪我を負った。怪我から復帰した後は、ウルサン現代のエースとして活躍。 3年連続の K リーグ1ベストイレブン2020シーズンには27試合に出場し26ゴールを上げ K リーグの得点王に輝き AFC チャンピオンズリーグ2020の決勝では2得点を上げ得点ランク1位タイの7ゴールでウルサン現代の8年ぶりの優勝に貢献した2021年1月28日3年間 過ごしたウルサン現代 FC を対談することが発表された。2021年2月24日、中国スーパーリーグ、長春アタイへの完全移籍が発表された。背番号は9番。ありがとうございます。